始まるよ。はい、皆さん、ガブとゆかの仲間たち、ガブママです。こんにちは。皆さんですね、ガブと愉快な仲間たちからお迎えしてくださった、飼い主さん、なんかね、一人餌にするのにとっても苦労しているようなんで、今日はですね、一人餌にするまでの経過をですね、ちょっとお伝えしようかなと思います。何度かですね、そういった同じような感じのね、動画をね、作って見ていただいてるんですけど、まあ最新版ということで今日は動画を作って皆様にお届けしたいと思います。では、はい、おいで、よしよしよし、うん、よし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 、あ、でもそっちで食べてなさい、一生懸命、ダメダメダメ、おっ、これ食べちゃった、はいはい、皆さんね、これからね、刺し餌を与えたいと思います。もうこの子、ほぼ1ヶ月になって初飛行する子です。なんですけど、この子はですね、体重が、なんぼかな、今ちょっと食べさせちゃったんだけど。ちょっと待ってよ。もうちょっと110何倍あります。でですね、この子はまだ自分で体重を落としてないので、もうちょっと先になると思います、飛ぶのがね。よし、はいはい、はい、この子は、はい、この子はもう、ね、飛んでおります。この子は、飛んでいる子で、よしよしよし、はいはいはい、ほら、はい、85ぐらいですね。もうちょっとあるかもしれない、ちょっと、85です。飛んでる子で85g、大体ですね、飛ぶために元の体重の 10% から 15% ぐらい落とします。こうやってね、食べないの、ほら。ね。あんまり食べないでしょ。ちょっと待ってください。今、食べる子。食べる子ね。して、この子が、ですね。まだちょっと初飛行しておりません。はいはい。この子は、ね、ほいほい。108、110ぐらいあります。で、この子はですね、まだ飛んでないです。いいですか。すごい食べます。はい。まだもうちょっと先かな。本当はね、もう飛んでもいいんだけど、はい、そういう子もいます。はい、次、この子ですね。おいで、おいで、おいで。はい。シナモンパイロさん。はい。この子は94。94g あります。もうこの子は飛んでます。はい、食べる？94g で、しっかりご飯も食べますけど、飛んでます。まあ、ですね、さあ、これから飛びそうな子、この子ももうまだ、ちょっと1ヶ月
になったかなんないかぐらいなんですけど、あ、ちょっと体重測ろうか先にね。この子99g あります。でですね、はい、俺もごめんごめん、いいの？じゃああとね、ちょっと変わったことするとさあ、この子はまだだな、飛びそうな子、飛びそうな子、この子かな。はい、この子ですね。よし、はい、うん、88。だんだんこの子もですね、体重減らしています。もういらないって言いますから。もうね、こういう子は、うん、わかったよ。ちょっと、うるさい方がいるので、そういうふうに、ああいうふうにね、食べなくなったら、もう無理にね、あげなくていいんですけど、それと同時に、もうね、一人餌の練習を始めるのが通常です。お水と、あと巻き餌。アワホとかね、食べさせたいシードとか、ペレットを、床に巻きます。うん、うん、この子はまだまだですね。こうやってすごい食欲あるうちは、この子で、まあ、体重ちょっとさっき測ればよかったんだけど、93、うん、はい、うん、もう朝昼晩と食欲あるんでまだまだ先なんですけど、大概ですね、オカメインコが初飛行を迎えるときは大体朝ちょっといらないなっていう風になってきます。朝ちょっと食べが悪くなる、うん、で通常は朝食べ悪くなって、まあこの子朝食べ悪くなるんで、朝はもう、まあ、食べなかったら食べないで、それで切り上げます。うん、いいの？あら、あら、いいの？あ、いいよね。あれ、キューちゃん大丈夫ですか？食べる？まだ。よし、これもういらないって言ってます。じゃこれで切り上げます。はいはい、はい。この子ももうちょっとしたら飛ぶと思います。しっかりですね、3回、食べてるうちは、まだまだ飛ばないんですけど、朝まずちょっと、いらないよっていう時がですね、たまにこう出てきたりとかします。そうなったらですね、一人餌の練習するんですけど、まあこの子あたりは、ほら、ここの後ろのね、この羽が、こういうふうにちょっとクロスしてるでしょ。もうこうなったらですね、できれば一人餌の練習を開始しても問題ないんですが、うん、この子もまだね、初飛行前ですね。しっかり食べます。で、ある日突然朝いらないってなるんで、そうなったらそう言ってね、さっきも言ったんですけど、朝は、まあ、そんなに食べないで、食べないまま、昼と夜とご飯あげます。でですね、昼間、その、差し餌を、あげながら、大人のご飯の練習で、ね、さっきも言ったんですけど、巻き餌とお水と入れて、一人ご飯の練習をさせます。それでですね、アワホがですね、結構アワホを入れて食べるようになったらですね、もう朝は抜いてしまってください。うん。
朝抜くんです。それね、いつまでも朝やってると朝もらえるからあれなんですよ。刺し餌ばっかり食べて普通のご飯食べないんですよ。お腹いっぱいだから、やっぱり。ね、お腹いっぱいになって食べない子もいるし、全然お腹いっぱいでもシードをつまむ子もいるんで、それぞれなんですけど、もしシードをつままないようだったら、もう朝すっかり抜いてください。そしてしばらくそれで様子見ますと、だいたいね、昼間、大人のご飯を結構食べるようになります。そうそう思ったらもうすぐ昼も抜いてください。夜1回、だいたい生後50日ぐらいで、まあ1回、夜1回から、2回、昼夜の2回ぐらいにするような感じで、それでもうね、泣きます。じゃあ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 、もう甘えてご飯欲しいって言って泣きます。うん、はい、ほいで、よし、泣くんです、ひなちゃん。それでそこでね、朝泣くもんだからって言って、今までいらないって言ってたのに欲しがるからって、飼い主さんね、あげるでしょ。そうすると元に戻ってしまうんですよ。一回あげないとなったら、それはもう戻らない。これもね、俺いらないでしょ、この子も。これ嫌がったらいいんです、あげなくて。体重減るとかどうのこうのって言って心配なさる方いるんですけど、こうやって一回ぐらい抜いたって、おかめちゃんは、死んだりしないし、その分ですね、夜にしっかり食べるようになるんで、抜いちゃっていいです。で、生後50日ぐらいになって、まあ夜一回から、昼間と夜とね、二回になるんだけど、そうしたら、もう、あれです。なんせとにかく一人餌の練習をさせる。それでですね、いやあんまり食べないんですよって言って刺し餌をねあげるっていう方、気持ちはわかるんだけど、やはり一回そういう風にしちゃったら戻さない。お腹空いたらこうシードとかこうちゃんと割ることができるひなちゃんは時間かかりますけど食べますから、ちゃんとお腹いっぱいになるまで自分で。なんで、それの、なんていうのかな、補助っていう感じで、今までこれが、刺し餌がメインだったのを、補助食っておかしいな。ちょっと足りない分をあげるっていう形にしていくってことが大事なんですよ。して、そこで、じゃあ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 、飼い主さんが、いやひなちゃんもう泣くし、顔見たらもうじゃあじゃあ言うし、それは言います。言います。言うんです。欲しいから。だけど、そこを、やっぱり見て見ないふりしてあげて、あげないといつまでたってもそのやっぱりその泣けばもらえるって知恵つくんですよ。なんでやっぱり一度やめるっていうふうに決めたらもう元に戻らない方がいいです。だいたいですね、失敗する飼い主さんはもうここですっきりやめようって言いながらも、いやーかわいそうだからって言ってだいたいあげる方が多いです。ちょっと心当たりのある方いらっしゃいませんか。必ず一人餌の、練習するときはシード類ペレットと必ずお水を入れること。どうしてかというと、刺し餌が減った分水分を、刺し餌をね3回か4回あげてるうちは本当刺し餌に含まれてる水分で水分取る必要なね水分を取れるんだけど、その刺し餌がない分は結局そのプラケースとかに入れた水で、取らなきゃ、自分で取らなきゃならないですよ。そうじゃないと脱水状態になるんで、必ずお水と、大人のご飯は、必ず入れる。これ入れないと、脱水を起こしてひなが全くだんだんご飯食べなくなったりですねします。
ね、難しいっていうか難しくないんだけど、もうとにかくですね、ひなとの、まあ、戦いですね。ご飯欲しいっていうひなちゃんと、いやーちょっと大人のご飯食べてよっていう飼い主さんのここ戦いなんですよ。だからよく鬼になってくださいって私よく昔言ってたんだけど、なかなかやっぱり鬼になれない、飼い主さんがいるで、親はもうあげないって言ったらあげません。うん。で欲しい欲しいって言ったら必ず餌のとこに連れて行ってこれを食べなさいって言って、泣いてこっち、例えばね、泣いてこっちに来たとしたらご飯はこっちってその餌のとこに連れて行く。でまた来ますから、じゃあ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 泣いて、そしたらまた餌のとこにも連れて行く。もうその繰り返しです。そしてある程度もうなったらもう知らんぷりするんですもうここにご飯があるよって教えてあげて、そこでもう食べるようにもうするしかない。うん、ですよね。まあちょっとですね、もうお腹すいたら食べるんで、正常な子はね。だからそこがね、飼い主さんがその子の、生命力を信じれるか信じれないかっていうところにもかかっています。まあ昼間ね、朝と晩とやってなくても夜はね、まだ、一人餌になる前は夜はね、たっぷりね食べさせるんで、そんな具合悪くなるとかどうのこうのっていうのはほぼないと思うんですけど、まあですね、そこなんですよ。して体重なんか測っちゃって、いやー体重減ってるしもう差し餌やめられないってなるんです。なんですね、結局飛ぶために体の体重を減らす時期と、それと一人餌になるっていう、その挿絵から大人のご飯なんて自分で取るっていう、そのちょうどそこのね、重なる時が、一番体重減るんですよ。そこで体重測っちゃうと、いやーお迎えした時90グラムあったのに、いやーもう70何グラムしかない、60何グラムしかないってなっちゃうんですよ。ねえ、そこはもうね、もう、根比べっていうかですね、かといってそういう子ばっかりじゃないんですよね。全然、苦労しないで、一人餌になる子もいるし、まあちょっとその子によるんだけど、まあうちもそうです。うちも、ホワイトフェイスのルチノーさん、おいで。これ、おいで。この子もですね、実は74グラムぐらいまで減りました。はい。今何歩あるかな？おいで。はい。今84あります。ですね、挿絵をあげると、いっぺんにグッと体重が増えるんだけど、シードの場合は1回減ったのが上々に増えていくんです。でこの子今 84g ありますけど、もうちょっと大きくなってくるともっとガシッと肉付きも良くなってきます。おいで、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 よしよしよし。でこの子もほぼ同じぐらいに痩せたんですけど、よし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 、今80かな。ちょっと痩せてますけど、一生懸命ねご飯食べて今大きくなります。一生懸命食べてるんで、まあなんていうのかな、まあ飛ぶようになって、うちはねちょっとお客様がに預かってるものなんで、あんまりちょっと包丁っていうか時間決めてね、1時間とか2時間とかしかしてないんであれなんだけど、そういうちょっと歩いたり、まあね飛んだりして筋肉もついてくると、おのずとやっぱり体格も1歳か1歳半ぐらいには、体重もしっかりとしてくるんで、
心配ありません。この子も一生懸命ご飯食べてるしね。まあそういうことでですね、病気じゃない限りですね、しっかり、体重もその子その子によってちょっとあの誤差はあるけれど、しっかりですね取っていきます。うん、あんまり、構いすぎるっていうか、ちょっと言い方悪いですけど、いやお腹空いてんのかなって言って、まあそうやって、まあ、構いすぎるっていうか、言い方ちょっと変なんだけど、心配すると、飼い主さんもちょっと不安な状態になるし、ひなちゃんも、ああ甘えればこの母さんは、美味しいさせてくれるっていう風にね、知恵がつきまして、どうしてもそれのもうね繰り返しになっちゃうんですよ。そこはですね、お母さんがですね、やっぱりもうあなたは、もう赤ちゃんのご飯卒業よと、大人のご飯食べなきゃダメなのよと、しっかりと信念でですね、ひなのことを見守るということが、必要なんです。はい、まあちょっとこんな、なんかちょっとですね、はっきりこうした、答えにはなってないですね、なってないように聞こえるんですけど、こればっかりはね生きてるものだし、その子その子によってやっぱ答え差があるので、こうだこうだっていう、言えないとこなんですよね、申し訳ないんですけど。まあそういうことでですね、ねえ、ご飯命だもんね、あんた方ね。ナイスです。まあそういうことでですね、皆さんね、まあ頑張ってください。それそうとしか言いようがない。私ね、そばにいてついて見てるわけじゃないし、あの手を差し伸べれるわけじゃないから、やっぱちょっと飼い主さんに頑張ってもらうしかないんです。はい、では皆さん頑張って、パンチパンチーン